で皆さんねテロップにある通りねあの今第だご人格界隈のなんか有名な人がねもう炎上してるらしいんですよもう僕全く第いご人格知らないんですけどなんか第いご人格の中ではなんかめちゃくちゃポキポキうるさいなラインなんかね第ご人格界隈ではめちゃくちゃ有名な人らしい伝説の D <laughs> もうなんかもうねこの人すごい人気らしいの伝説の D 知ってるみんな知ってますだかだいご人格ってゲーム知ってるまず でなんかこの方がすごい荒れててまあ、どういう荒れ方をしたかというとまあ、文面でまとめてあるものがあるらしいんですけどこちらまずですねまあ、小雪さんという絵師がいる,かいるらしいんですさっきの伝説の D さんの絵を描いてあげてる人ねでその人がえ小そ,の人といその人とその小雪さんの友達がおるんかなで小雪さんの友達が D さんが東京に来ているっていう情報を得てネタとして D さんに会いませんかと誘うと。 で、D さんがそれを了承して、小雪さん、友人、D さんの3人で食事。まあ、これは2人きりじゃない。で、食事の際、に D さんが小雪さんに触ったりとするみたいな。うん。なんか D さんが小雪さんのこと触るんだって。触ったんだって、変に。うん、わかん。それはわからんけどな、本当かどうかは。で、また、キスやホテルに誘ったりする。その際に、始発でいいじゃんと言ったらしい。で、D さんは、そんなこと俺は言ってない。虚言を吐くなっていう否定をしてるらしいな。 でえ、その後に小雪さんの感情がライクからラブになり、付き合いたいといったところを断られる <laughs>。ここもさ、ちょっと面白くないあのさ、キスやホテルに誘ったりするで、いきなり小雪さんが感情がライクからラブになって、付き合いたいって言って断られるってのもちょ、これも面白いですけど、えー、付き合わなくていいかな会いたいと言ったらしい。D さん側からの情報。そしたら、まあ、小雪さんとその友達がなぜかその内容を晒すと。 うーんっていう流れらしいんだよねでこれに対してその有名な人 D さんっていうのは否定してるんですよ 今回お会いした方はエッでもあり普段からたくさんにイラストを描いて、えー、くださっていたり配信に来て応援してくださっている方で私はその方へ普段の感謝を伝えたくごはのお誘いを了承してしまいましたしかしこの行動が誤解招く軽率な行動でしたお探しで本当に申し訳ございませんでしたとうんねもしこれ以上嘘の情報を長くし拡散等する場合法的処置を取らせていただけますとも言ってるのよ だからご飯に行ったのは事実だよ告白されたのも事実だよっていうのを認めてるんだけどそキスとかホテルに誘うって声は一切してないって否定してるんだよね本人はねこれ夜中に失礼します今出回ってる中の事実ではない点がございますキスやホテルに誘うなどの声は一切行っておりません事実は食事を一緒にしたこと後日寝るが来てその方からお付き合いをしてほしいと告白されましたがお答えさせていただきました あーみたいなねでなんとその女性本人がたまたま僕の生放送を見てて今からその当事者2人と話します <laughs> <い> <laughs> ちなみに女の子2人は虚言じゃないっていう言ってるらしい虚言ではないですっていうのを貫いてるね、はい、えーじゃあ D さん側が嘘ついていて、えー、なんかそういうふうに小雪さんに対してキスしようとかまあ視察で帰ればいいじゃないですかでどっか一緒に行きましょうよって言ったのは事実ってことね はい事実ですえ<は>でもそのなんかキスしたのはそのご飯食べてる時なんですよ。えっそのなんか3人でご飯食べに行ってで、はい、私が席を外したんですよお手洗いに行くって言ってはいでその時になんか D さんから抱き寄せてきてまあそれはもう小雪が言ってたんですけど<え>キスされたって言っててじゃあじゃあ待って待って小雪さんそれは本当な当ですどういう状況でそうなったのか詳しく教えてもらえます えっと、まず、私と D さんが横に座ってたんですよ。え、なんか最初は対面で座ってたんですよ。対面でで、対面で座ってて、はい、その時になんか足を向こうから絡ませてきて、はい、なんか、やばい人なのかなって思っちゃって。でも、その好きな人だったから、別になんか照れちゃってたというか <laughs>、その後になんかその、レイラちゃんが、あの、席交代しなよって。 D D ささんんん隣隣行けないよっっっててて言くれて D さんの隣行ったんですよ、うん、で、その後に友達がトイレに行ったんですよ、うん、でその時に D さんがなんかもともと私の肩肩を何、うん、あの持ってた持ってたっていうか抱き寄せてるというか分かりますか,なんか肩に手を当ててる感じだったんですよでそれでなんか友達がいなくなった時になんか引き寄せられるというか抱き寄せられてなんか、はい 眠い眠くないみたいな。眠そうだけど酔ってるみたいなこと言われて、いや酔ってない、酔ってないって言ったんですよ。で、顔が、顔を近づけられて恥ずかしくなって拒んだんですよ、一回。はい、でも、いや、眠そうじゃん、顔若いよってって、ほっぺ触られて、そのままキスして。<laughs> で,で、それで、いや、でもそれがそんに証拠がないって言われるから。 なんかそうやって虚言だとか言われるけど、えでもこんな詳しく話せるかって、えでもこれモンスト話したらたら怖いよ小雪で、いや本当なんですよ。でそのあと面白いのがさ、あの小雪さんライクからラブになったって言ってくたじゃないですか。さあれす、そうですそれは小雪さんそれは何ですか？あのまずまず私は D さんのこと配信者として好きだった声がまず好きで。 で大好きだったんでですよで普通に配信者として応援したかったからなんか向こうから最初に DM が来て、うん、なんかモデレーターを頼みたいって言われて、うん、でその時は普通に嬉しかったからモデレーターやりますって言ってでその後もなんかイラストとか、うん、いや本当にイラストレーターとかそ,そんなんじゃなくてただイラストをなんかファンアートみたいに描いてただけだし他にモデさんもたくさんいるわけですよ。でうん、私は全然なんか普通に 行,ける時行ってるくらいだったんでなんか感謝されるほどでもないよなっていうのがあってだから D さんが何か感謝のために会いたかったって言ってるのはどうなのかなと思ってああたしそうしたら他の女とも会えよって話だよねそうなんですよでそれは<あ>それは<の>それは DM で DM でもなんかかわいいかわいいねみたいな、うん、か,かわいいねとかなんかすごい DM も 可愛いいででですすすねみたたな来るんですよ来たんですよよちなみになんで晒すっていう声に至ったんですかだって振られたってゲにまあチューはさはいきなりチューとかされたなの怖いとか分かるんですけどああ<ー>あのさ、ー、晒したのは友達の私なんですけどああそうなんで君勝手に晒しちゃったのもともとその昨日一昨日かな、うん、小雪さんとじいさんが電話したんですよ最後に。うん で、その時に、まあ、後から小雪に詳しく聞けば分かるんですけど、うん、なんかずっと自分の保身しいんすか考えてなくて、なんかさらされたくないから、おい,おいおいおい。かなんか、なんだろう、ずーっとなんか僕、僕、なんかさらしちゃったらなんか僕 NHK 配信者だから、なんか、すごいダメなんだよとか、<laughs> ずーっとなんかその自分のことばっかり言ってて、で、こよはそうじゃなくて、なんか、まあ、それ それまでいろいろあったんですけど、うん、もしもし、送りましたちょっと、こゆきちゃんご、ごめんごめんごめんちなみになんですけど、えー、また付き,合、はい、付き合わなくてもいいから会ってほしいと言われそれもお断りさせていただきましたその後、一切連絡が取れず気づいたらこのような事態になっておりますっていう伝説の D さんを言っているんですけどもはいはい。あの、連絡取れなくなったとかは事実なんですか、はい、いや、取れてます連絡取れてんのはい、取れてますなん,かなんか私が振られた後に私は D さんに対してなんか これからも普通のリスナーとして応援するって言ったんですよ。で、向こうもそれでオッケーって言って、なんかこれ、これなんか前と同じように私に振る舞うよって言ってくれたんですよ。え、そう、スクショも送って,てよ、そ,、まあそうん、今、今送りますよ。なんで怒ってんのいや、なんか、まあ、晒したのは普通にもう、ムカついて、晒しました。で、なんか、小雪ちゃ,とちゃんとちゃんと話してないんだよね、でも。いや、話してました。え、もともと晒す、晒すとしたら、うん 小雪が何かさらすんじゃなくて私がさらしてそれを小雪が拡散したいって形にしたいって言われててでもそれ私断ったんですけど<ー>でもなんかすごい小雪が苦しんでるの見てるからやっぱさらすかってさらしました小雪ちゃんまだ D さんのこと好きなのいやなんだろううーん最後まで最後までっていうか電話をするまでは本当に好きだったていうかこれからも応援しようって思ってたけど今はもう いいかなって。なんか、これ、まだ出てない話があって、それを聞いて、<laughs> はい、聞いて、さすがにもう無理だっての <laughs> あの、そのなんか、私たちが虚言って言われてるじゃないですか、D さんが嘘ついてるって言ってるから、はい、私たちのことを。はい、で、私たちも証拠がないから、証明することができないんですけど、他にも D さんにホテルに誘われたり、実際に行った人とか、あとキスしたりとかご飯行った人もいて、 その人たちから写真とか DM でたくさんもらったんですよ、情報を。え、ほかにもキスとかやってる絵師さんがいるってこといや、絵師じゃなくて、から絵師じゃないんですよ、小雪は。普通にリスナー、ただのただのリスナー、あっちがいいように絵師って言ってるんですよ、えー。そうなんですよ。で、それプラス、その、昔会ってたリスナーさんも、絵師 <laughs> とか何でもなくて、ただの可愛いリスナーさんみたいな。 だから、マスターが嘘ついてるって言われてるけど、<店>他にもそういう人たちがいるっていうのを公開し,ちゃしたら、信じてもらえるんじゃないかなって思うんですよ。え、それじゃあ送ってよ、ソース。で、つまり売名の件は何ですか売名成功って配信に言ってたらしいけど。いや、それはまじ、あの、普通にちょっとネタで冗談でいただけるし。ああ、はいはい、なるほどね。<laughs> すみません、それはすみません。 えー、僕のほこそ小雪さんをずっと悩ませることになってしまって申し訳なんかったです。もちろん LINE を消したりはしません。自分から避けるようなことは絶対にしません。小雪さんの方がそうしたい気持ちになっても仕方ないはずなのに、それでも応援したいと考えてくれて、本当に本当にありがとうございます。自分のことを心から応援してくれて、好きでいてくれる小雪さんに出会えて、僕は本当に幸せ者です。こんな自分ですが、これからも活動頑張りますので、よろしくお願いします。うん、え、でも和解してんじゃん、でも。いや、ここで和解をしたんじゃないんですよ、これは。 そうなでこの後に電話でこれで私がこれに対してなんか距離を取られてるって感じてでしかもなんかその配信を再開したんですよ、この人が。うん、でその時になんかリアルの方でメンタルがやられたみたいなことを配信で言ってて、うん、えなんでって思って私は。で、うん、でなんでかなと思ったから電話できますかって言って D さんと電話したんですよ、このあと LINE で。 で、LINE で電話をして、うん、で、その時の対応が広く広かったというか。どういう対応されたのえ、なんか、最初は、なんか、なんか、もう一回会ったら、なんか、小雪さんのこと傷つけるから、会いたくないみたいな、あああ会いたくないんじゃなくて、会えないみたいな、会いたいけど会えないみたいなこと言われて、いえ、うん、それ、なんか前会った、最初に会った時は、また、 会いましょうみたいなことを言ってたのになんで急に無理って言い始めたんですかって聞いたんですよそしたら兄さんはなんか、うん、もうまた会ったらもっと好きになっちゃうじゃんみたいな感じで傷つそしたらもっと傷つけちゃうからの会えないだから会えないっていうのが一点張りだったんですよでそのあとに話をしていくうちになんかだんだん自分は NHK キャラだからなんかちょっと炎上するとやばいみたいな渡部みたいになるみたいなこと言われてでなんか大変になる なことになるから内緒にしてほしいって言われたんですよえじゃあ内緒にしてほしいそれいやでも現にまあわかるよ、うん、内緒にしてほしいって言われてでその暴露に至った刑は何なのそのムカついたってそのななななどこにムカついたの友達は小雪ちゃんもでそれに了承してんでしょ君たちだって言わないでほしいにたし了承したんでしょ 内緒にしてほしいって言われて、うんそれ、私が折れた感じなんですだから、なんか和解というよりは、なんかこっち側が、な,なんだろう、うこの、なんだろう、最初はなんか、君のこと傷つけるからとか言ってたくせに、とか、なんか、うん、会ったのは小雪ちゃんが最初だよ、みたいなことを言ってたのに、なんかもう、な本当に違うリストの私とも会ってて、なんでこんな、べらべらと嘘をつけるんだろうって不思議になって。ああ、だ嘘をつかれて、<で> プラス、そういう気持ちにさしたのに平然となんかそういう優しい文面とかでなんか、こう、対応してくるからそれにむかついて送ったってことそれでそれでその他の子たちがもう D さんと会ったっていう証拠があるからこれを見てなんで私に嘘ついてこんなわしにはそうやって優しくしてたしなんかそのなんだろうな会ったことない小雪さん以外の会ったことないですよって言ったりなんか。 そういうことを平気で私に言って言えてたんだろうってそれって多分私が晒さないためにそうやって言ってただけなんだろうなって思うと<ー>なんかイライラしてきたというかもうなんか呆れ,呆れたっていうのが正解なのかなうん,うんなるほどねまあそれで晒したってことねなんで晒したのかって聞かれたときに、うん、そうやって思わせぶりなことをしといてっていうの説明がしたくて もう一点じゃねって思っていました<ー>今遅れました他の人たちのやつもこれねだみんな女の子が暴露したいなと思ったのはそういうキスとかねそのこの後どうとかそういう思わせらぶりの対応を取った後になんかなんだろう結局ダメで, <laughs> で最終的になんかそれにムカついてさら、まあ、したらしいです皆さんこれがその女の子と会ったって言ってたやつね なんか B さん、なんかそのご飯行ったときにモデもやってくれてるしイラストも書いてくれてるし多分なんかあの人からしたらなんだろうそのハイトーンっていうか髪色明るい子好きなんですよあの子あの人。あ,あそうなんだで,でなんか多分私のなんかツイートとかも私、鍵あかだったんですけど、うん、いいねとか全部されてて、うん、でだから多分なんか普通に雰囲気が好きだったんじゃないなんか自分で言うのもあれなんですけど。 <laughs> ちょっと待って、小太郎の子ヤンキーじゃないちょっとょ。違う違う、D さんです飲んでたの。ああ、そうなんだ。D さん、熱漢6本ぐらい飲んでました。どっちが小雪ですかですピンク小雪はい、うん。で、隣、レ,レイラレイラちゃんです。あレイラ。<laughs> レイラ小雪 D! <laughs> あーレイラ小雪 D だ。 お酒で記憶がなくなってる説。ああなるほどね。厚肝の物でキスしたことを覚えてない説。ああ確かそれはあり得るな。厚肝六本とレモンサワーと梅ミシロック。めっちゃ飲んでるじゃん。ちょっとベロベロですか。で,したでもさキスしたことだけ覚えてなくてあのー、他覚えてる。あーでもそっか次の日の話だもんね告白されたっていうのは。 あそう,そうです、ね、次の日っていうか次の次くらい。え、小雪ちゃん何この1回の食事で好きになっちゃったのっダメなんですかいや、いいと思います。いいと思います。いいと思います。はい。え怖い、怖い。怖いなぁ。<laughs> でもね、原理その俺、思うのが別に大人同士でキス悪いことじゃないと思うけど。うん。うん。ね俺は。嘘って言ってんの、うざいよね。ああ、だからそうキスしたことも認めればいいのに、うん、それを嘘って言ったのが嫌だってことでしょ、女の子たちは。そうですいやれ。 となんかその感謝を伝えたいだけっていうなら、ありがとうだけでご飯だけでよかったわけじゃないですか。なのに、そういう、なんか私からしたら、なんか好き、普通にラ,ラ,イ,ラ,イ,クラ,ライクだったから <laughs>、そんなことされたらラブになっちゃうよっていうのを、あの人は分かっててやったわけじゃないですか、なんか他の子たちにも同じようなことをやってるってことは。でもそれをばれてない、ばれないだと思って、私のことをずっと騙してきたってことじゃないですか。 なんか、それが、な、嫉妬でしょうん。嫉妬じゃないの、他の女の子とも待ってるって言うので。違う。あ、それはちょっと。おこおこっっ。あ、そうでしょう。それ嫉妬だよね。本当、うん、本当に二十ですか。二十、うん、です。うん。ちょっといいですか。<laughs> ツイートどういうことでしょうか。あれだけ言ったのに、うわっ。<laughs> 怖かった <laughs>。なんか、その証拠がないっていう。 なんかそれがよくわからないかなって思ってて。なんか逆にあったらあったで、それはもともと晒すためにやってたじゃん。最低、女の方が最低って言われるし、うん、なくてもなんか証拠がないんじゃだ、だだだだだって言われるわけじゃないですか。<あ>で、店長に来てもう。で、それだから私らは <laughs>、はい、その被害,者被害者というか、じいさんとなんか。 なんかそういう関係になった方からたくさん情報をいただいてそれを今渡してるわけじゃないですか。それが私らは証拠そのまあ録音してたわけでもないですし撮ってただけでもないから証拠はないけどそれでもないなりには証拠は出してるはずなんですけどなんかこういう人ですよっていう証拠は出してるですけどそれじゃあそれでもまだなんか こっっちが虚言って言てわなななきゃいけないけのかなってあーでもなんかねさらした内容がちょっと嫉妬というかあ、まあ、話聞いた感じ、まあ、特別めちゃくちゃひどいことされたわけでもないじゃないですかで現に、まあ、いきなり中毒とかは怖かったかもしんないけどでもその後ラブになって告ったって言っちゃってるわけでしょということはそのん、まあ、キスが怖かったらまず告白もないわけですよラライクからラブになることもね、うん、だから、まあ、そういう状況かね自分も好きになって振られて。 告りました振られまししたたられでも他の女の子とも会ってましたなのになんで私だけムカついた晒す晒した後に D 君本人がいや俺はキスはしてないですって言ったら私たちは虚言とか言われて本当の事実なのにって言ってもまあ、それは勝てないよだって晒した内容がだってそのさ根拠というのが弱いじゃんよで現に晒して相手も有名ですから公式有名実況者でしょ そしたらやっぱ影響力どこもあるわけですから、まあ、下手したら営業妨害で訴えられても仕方ないっていう状況なんだよねだどんだけ女の子たちが虚言とか何とかとか言っても一緒にご飯行った事実の証拠しかないからキスした証拠がないから口だけだからさ <laughs> あとまあワンチャン酔っ払った勢いでって言って記憶がないっていうのもある、まあ、今回はただの嫉妬で終わっちゃうのかなっていう話だよねまあ大丈夫ですそれで。 もうなんかそう思われててもいいけどもうこれ以上なんか他の女の子とかリスナーさんに手を出さないでい思わせぶりのキスをされたでいきなりキスされて怖かっただから晒しましたならわかるそ好きにならずにでもキスされて次の日ライ,ライクからラブになって告白したら振られましたあーじゃあ振られちゃったで終わるならわかるんだけどその後に振られたキスしたのに最悪だ でて,て証拠もない状況で晒したのはちょっと失敗だったのかなっていうのは、ご飯に行ったことを晒さないでってことじゃなくて、ああだからその可能性もあるよね。ご飯に行ったこと晒さないで、えまずその可能性あるってこと？女の子二人。え知らないです。それは知らない。知らないえキスしたことを晒さないでって言われたんじゃないの？えだから D さんからしたらどっちも晒さないで欲しかったんですよ絶対。でも。 D さんからしたららどっっっっっちも晒晒さされると思たたから晒さないででて言ったんすよあ待て、ま、その可能性も出てきたなで,でもでもここまでしてるとアウトだけど、はい、会うところまでだったらギリ許されるかなって思ったから会っただけしかもエシトっていうエシトっていうワードを入れて穏便に済ませようとしたんじゃないかなっていうのがこちら側の意見っだってこの自粛期間で飯食ったってのがまずいから晒さないでって言った可能性もあるよね そこまで考えてるかなあの人他のリスナーとはご飯行ったりしたのに君,君たちと行ったことばれたら他のリスナーもばれるからっていう意味で言ってほしくないっていうのもあるってことじゃワンチャンんだからこのちょっといいですかツイートどういうことでしょうかあれだけ行ったのにってことはご飯だけの可能性があるってことだよねご飯行ったこと言わないでくださいって言ったら愛の文明の可能性もあるってわけだよねキスされて嫌な思いしましたその時おいですかはいもうそれだけし <laughs> てない <laughs> <laughs> ちょっとお前じゃあさ <laughs> じゃあお前さおいはあ、キスして嫌な気持ちになってないのなったって言いましたっけ私えっキスされて嫌な気持ちになってないのなってないけどフラ <laughs> れ,れたショックの嫉妬でさらしたってこと <laughs> いやキスまでしといてなとか思わせぶな態度までしといてなんで断られたんだろうって思った。<laughs> <laughs> だって好きだったんだもん。<laughs> <laughs> 以上です <laughs> ありがとうございました。 元ユリと昔友人だったものですが、レイラさんもユリさんも元ストブリさんなんですよ。えー、元ユリさんはテルトさんを押してるふりしてルートさんと繋がるために色々動いてました。そして元ユリさんはルートさんのマンションに通い、そのマンションに友達が住んでるという体で、偶然ルートさんに会わせたかのようにしてえ発言をしていたと。 うん、だからこ,うこれが本当だったらもしそういうことしてたら今女の子が話してた話の信憑性も薄くなっちゃうんですよ。なんかもっと小雪ちゃんはもっとテルトさんをしてるふりしてルートさんとつながるためにいろいろ動いてたことと、はい、でなんかルート君の家特定したって虚言吐いてることと、はいえー、そのマンションに友達が住んでるみたいな感じで。 なんかルート君とつながってましたってニュアンス発言して炎上した子みたいな狂言吐いて、うんだそれ自立確認のために呼ん,うう呼んでもらえるじゃあ小雪ちゃんをえっ小雪ちゃん今もうライン返帰ってこなくてほらなんかもう逃げてるじゃんそういうことじゃないのだからそう1個1個こういうい<や>そうだってそういう狂言を吐いてるだって君もさ小雪ちゃんがさキスしたことこ見てないんだよね <laughs> 見てないですよ本人が気づきそうだよねということはさ小雪ちゃんがもともと何してた人かも分かってない状況で小雪ちゃんがルート君とつながってたって嘘ついてたてで君に嘘ついた可能性もあるわけだよねいやそれはないと思うそれはないって何で断言できんのえー、何をもって小雪ちゃんをそんな信用してんの今現に嘘だったら嘘って言えばいいのに <laughs> メンタルやられてって言って通話に上がれないって言ってるんだよね嘘だった違うんだったら違うって言えばいいだけなのに 事実だから上がれないんじゃなくて、ね、いや、ちょっとわかんないですよね。私もその過去のことは別にそのちょっとルートをしてただけで。テルトさんの件もルートさんの件も本当ですよ。ゆりさん本人から聞きました。レイラさんとゆりさんすごく仲良しだったので知らないはずはないですよ。いや、これ、レイラちゃん、しっかり本当のこと言った方がいいよ。うん、だってこういうのも今全部配信で残って証拠になっちゃってるからね。ちょっと話聞いたことあったんですけど。 なんかそれはああ聞いたことはあるってことは言ってたんだねそういうふうにルートくんとつながってたって嘘ついてたの聞いたってことだねいやつながってたって嘘とはそれは聞いてないですよねえ違う違う違うそういう話を聞いたってことだよねあ<っ>嘘うんあの、まあ、そうですそうです,そうですあ,あそうだよねということは虚言吐いてんじゃんつながってないのつながってるって言ってんじゃんえそんなこと言ってないかったと思うんですけどはいや今ルートくんとそういうふうになってるって話を聞いたって君言ってたけど今配信で。 いや、そういうことになってないですけど、そのルート関連のことの話ならちょっと聞いたことあります、ね。ルート関連の話ってどういう話いや、ただなんかそのルートを押してて、好きだったっていう話で、うん、で私がその時に…あじゃあ、ゆりちゃんがそのルート君を押してたのは自立なんだね。そうです、自立です。うん、なんかさっき通話切ってから… 全然反応がないですね <laughs> 下手したら、だってこの女の子もね、小雪ちゃんからキスされたって聞いたかもしれないけど、その現場を見たわけじゃないんでしょ。ということは小雪ちゃんがもともとルート君の件で嘘ついてた件もあったから、チューされたって嘘ついた可能性あるよね、好きすぎて。そういう妄想しちゃった可能性もあるわけじゃん。いや、嘘ついてないだかだ、その嘘ついてないっていう根拠は何なの <laughs> それ言われたらないです。ないよね。で、現に昔にルート君の件で狂言入ってたわけじゃん。<laughs> で、それは事実ですかって今聞きたいのに反応すらないんでしょで、最終的にはメンタルやられたって言ってるわけやろうん、逃げてんじゃん。メンタルやられたって何自分からさらしといて配信にも上がって自分から発言して、そういうことはしてないですって言った後に、証拠がないって言ったから、じゃあ事実か事実じゃないかってもう聞いてるだけなのに、それがないって。それも言えないってさ。そ逃げてるやん、それ。それはだって、どんだけディークのこと言っても君たちが虚言止まれても仕方ないよ、それ。うん。 自分たちは虚言じゃないですって言ってて<ー>前に虚言ついたあれがあるんだからそれは信用してもらえないよどんなに私たちが言っても虚言って言われますって言ってもでそう思われても仕方ない行動してるんだもんそうですね、うん、どうかそれはどうなのかどうじゃないのかって事実を聞きたいだけなのにちょっと今小雪に LINE ってるんでちょっと待っててください<ー>全然気をつかないですけど私どうしたらいいですかね 私が言っても小雪から言わないと意味ないと思うねんえそうだよそれ嘘ってじゃ,あどどうじゃあ結局じゃあキスの証明しようがないってことだよねだ君たちゲに昔つながってた女の人とかさらしただけやでマジでマジで営業妨害しただけだよえ小雪ちゃんアカウント消えてるえ <laughs> え小雪ちゃんなんで消しちゃったの もう昔のこと詰められたら小雪ちゃんあーそりゃなくなるわ信憑性全部逃げたね小雪ちゃん結局証拠もないままさらしてしまってえ自分からさらしたのもかからずメンタルがやられて LINE 通話が上がれないと言って事実確認すらできず最終的なアカウント消して逃げてしまったので、えー、バカ女の話で終わりました D さんかわいそす